備前長船刀剣博物館は、岡山県瀬戸内市長船町長船にある刀剣を展示している博物館。もともとは、長船町立博物館として設立されたが、長船町、奥町、牛窓町の合併に際して刀剣に特化した博物館を設立すべく、平成16年に工房を増設してリニューアルした。2020年現在は、主に備前国にて制作された備前刀を展示している。昭和58年、長船町の町立博物館として設立された。常時、刀剣約40口を展示するほか、刀装具や作刀、研磨工程、刀装具や備前長船の歴史などの資料を展示している。収蔵品は、備前刀を中心に400口ほどとなっている。年5回程度テーマごとの展示が開催される。2020年3月には、国宝の太刀である大和利下が購入、瀬戸内市に引き渡された。翌年2月には、大和利下のバーチャルリアリティの制作決定が報じられた。5月には、文化庁、観光庁による文化施設を拠点とする観光振興の計画の15件のうち1つとして認可された。費用のうち最大3分の2は日本国からの支援が受けられ、残りは大和利下里帰りプロジェクトの際に集められた費用によって賄われる。企画内容によって料金が異なる場合がある。ありがとうございます。